まずはじめに自己紹介です。リクルートでホットペッパービューティーアプリの開発をしています。で、ただ、先月の8月に転職してリクルートにジョインしたばかりで、前職では DMM で、漫画アプリの開発をしていました。では、本日のゴールです。規模の大きなアプリになってくると例外処理っていうのが結構複雑になりがちかなと思います。で、今回このセッションでは、規模が大きくなっても例外処理を適切に対処できる方法はないかってことを課題として、で、皆さんがなんか柔軟でスケーラブルな例外処理の実装方法の、どうすればできるのかっていったヒントを得られることが、できればなと思って発表いたします。まず目次です。本日の発表の流れですけれども、まず簡単にレイヤードアーキテクチャについて説明した後に、例外の言語仕様についてお話しします。そしてその後、例外を実際にどう扱うのが良いかっていうのを、推奨アーキテクチャだったり、サンプル実装などを見ていき、話していければと思います。まずはじめにレイヤードアーキテクチャとは、レイヤードアーキテクチャとは、こちらの図のように、UI 層、ドメイン層、インフラ層のように関心ごとに層を分離するアーキテクチャのことを言います。で、レイヤードアーキテクチャにするして階層化することでドメイン層の再利用性を高めるだったりとか、各層の関心ごとが分離されることによって、より、スケールアプリがスケールしやすくなるといったメリットがあります。次に、例外の言語仕様について見ていきたいと思います。まず Java 言語から見ていきます。Java 言語には、検査例外と非検査例外の2種類の例外があります。で、こちら2つの違いは、ランタイムエクセプションを継承しているエクセプションクラスを検査例外といい、ランタイムエクセプションクラスを継承していない、エクセプションクラスを非検査例外といいます。検査例外ではコンパイル時にトライキャッチされているかチェックするといった特徴があり、一方で非検査例外では、コンパイル時にトライキャッチされているかをチェックしないといった特徴があります。では、簡単に例を見ていきたいと思います。まずこちら検査例外の、場合になりますけれども、こちらの例ではエクセプション関数が、ランタイムエクセプションを、継承していないエクセプションクラスっていうのを、投げるような実装になっています。つまりこちらは検査例外を投げる関数となっていますが、こちらをテスト関数で呼び出そうとするとコンパイルエラーになっていることがわかります。こちらは呼び出し側でトライキャッチをしていないためにコンパイルエラーとなっています。一方で非検査例外の場合を見ていきたいと思います。先ほどのエクセプション関数をランタイムエクセプション、つまり非検査例外を投げる形に変更してあげると、こちら非検査例外のためコンパイル時にトライキャッチしなくてしているかをチェックしないためコンパイルエラーが消えるといったことになっているのが分かります。こういった形でランタイムエクセプションの場合だと非検査例外のとなっているためコンパイル時にトライキャッチされているかチェックしないといった特徴があります。では、コトリンの場合の言語仕様を見ていきます。コトリン言語の場合だと、こちらのコードのを見ていただくと先ほどの、検査例外の時のパターンの、コトリンに変えたものになっているんですけども、こちら、投げているのが、検査例外であるエクセプションクラスを投げています。で、しかし検査例外を投げる関数を呼び出しているにもかかわらず、こちらコンパイルエラーになっていないことがわかります。で、こちらは、なぜかというと、コトリン言語では検査例外というものがなくなっているから、こうなっています。コトリン言語では、検査例外が廃止された、公式ドキュメントには下記のように記載があります。で、こちら公式ドキュメントの英文になっているんですけども、ちょっと下の方に日本語訳を載せているので、こちらの方で読んでいきたいと思います。検査例外、コトリンでは検査例外がありません。ここには多くの理由がありますが、なぜそうしたのかを説明する簡単な例を示しますといった形で、ちょっと公式の方ではこの後、簡単なサンプルの例が載っているんですけども、ちょっと今回は Android 会議ということで、Android のアプリを例に挙げて、コトリン言語の検査例外がなくなった背景について説明していきたいと思います。例外の言語仕様で、コトリン言語で検査例外がなくなった背景、まず検査例外っていうのはもともとコンパイル時点で処理すべき例外の漏れが防げるといった意図で、組み込まれた言語仕様になります。そのため、生産性が上がるだろうだったりとか品質の向上につながると、思われて、検査例外っていうのが導入されました。もちろん小規模なシステムであれば、実際に、
例外が発生する、例えば API とかデータベースなどのインフラ層から、実際に例外をハンドリングを行うビューモデル UI 層などの距離が近いため、そこまで複雑化しません。でまた小規模なシステムであれば、例えばビューモデルが依存しているレポジトリの数も限られてくるため、そのレポジトリが依存している API だったりとかデータベースといった数も限定的になります。その結果発生しうる例外の数というのも限定的になります。しかしシステムの規模がこのように大きくなってくると、例えば複雑なビジネスロジックを実装するためにユースケース層といったものを導入するといった形で中間のビジネスロジックが複雑化していきます。でそうすると、まあ、API、データベースといったインフラ層で例外が発生するんですけども、そこから、ビューモデル、UI 層といった実際に例外をハンドリングする箇所までの距離っていうのが遠くなります。でさらに、システムが規模が大きくなってくると、まあ、例えばユースケースでいくと複数のレポジトリに依存するといったことが考えられるかと思います。でそして複数のレポジトリに依存してくると、複数のAPI だったりとかデータベースといったものに依存するようになります。そうすると、いろんな API やデータベースから、例外を吐くようになってしまい、考慮しなければならない例外の数というのが爆発的に増加します。中間層では Java 言語の場合、スロースコアで発生する例外の明示が必要になるため、このように、例えばこのエクセプションクラスでいくと IO エクセプションとか JSON データエクセプションみたいな形で発生しうる検査例外を、全部明示しなければなりません。でこういった形で中間層で大量の例外宣言をすることにより、コードの可読性が落ちてしまったりとか、まあ、生産性が落ちてしまうといった、ことにつながります。で結果として開発者の中ではこういった検査例外をすべて書くのがめんどくさくなってしまって、もう検査例外を握りつぶしてしまったりとか、まあ、これはトライキャッチをしてもうエクセプションを握りつぶしてしまって例外に対する処理が何もなされてないという状態ですね。だったりとか、一旦ちょっと検査例外だと、中間層で全部明示しなければならないのでもうランタイムエクセプションに変更してしまって、結果としてそもそも例外としてハンドリングするべき例外が、別のものにすり替えられてしまい品質の向上につながらないといった、ことが横行していました。でこのことからもともと検査例外ではコンパイル時点で処理すべき例外の漏れが防げるということで生産性が上がったりだとか品質の向上につながると思われていたんですけども、規模の大きいシステムになってくるとそもそもその生産性が下がってしまったりとか、また開発者が握りつぶしだったりとか例外の改変などによって品質の向上につながらないといった結果になってしまいました。つまり例外処理というのはシステムの規模が大きくなるとすごい例外処理自体も複雑化していきます。で複雑化していくと検査例外のように網羅的に対処を強要するようなことをしてしまうと生産性が下がったりだとか品質が上がらないといった結果になります。すべての例外を網羅的に対処するというのは必ずしもいいというわけではないんだなというのがこれから分かるかと思います。ではここからは例外をどう扱うかについて話していきます。まず例外ってそもそもどこで起きているのかっていうと、こういった形で、先ほどのレイヤードアーキテクチャの図にあったところに起きうる例外っていうのを書いてみました。 UI 層、ドメイン層、インフラ層どこでも起きるっていうのがこちらの図から分かるかと思います。ではこの例外を推奨アーキテクチャではどういった形で対処するのがいいのかっていうふうに書かれているのかちょっと調べてみたのでこちら見ていきます。推奨アーキテクチャでは下記のように記述がされていました。でちょっとこちら長いのでちょっと重要な部分だけ抜き出して要約したものが次のスライドになります。で要約するとまずリポジトリとデータソース間で失敗した場合に例外をスローしますよということと、UI 層からデータ層、インフラ層っていう、先ほどのまでのスライドを読んでるんですけども、こちらを呼び出すときに例外を処理すると。で、データ層、インフラ層ではカスタム例外を使用して公開しましょうねと。で、例外をモデル化して、リザルトクラスを使用する方法もあるよといった形で書かれていました。では、ちょっとこちら一つ一つ見ていきたいと思います。まずリポジトリとデータソース間で失敗した場合に例外をスローするというのはどういうことかというと、こちらの図でいくとインフラ層にあたるリポジトリ以下のところですね。でこちらで失敗をしたら例外を投げるよといったことになります。
で、UI 層からデータ層、過去インフラ層を呼び出すときに例外を処理するというのは、こちらのビューモデルからレポジトリの間ですね、こちらの、範囲の中で、例外をハンドリングするよっていうふうに、ことになります。なので、まあ、UI 層とかで発生した例外っていうのは、トライキャッチするんではなくて、まあ、もうあのクラッシュさせてしまって、まあ、早期検知して修正するのがいいんじゃないかっていったことが、まあ、伺えるかなと思います。では、3つ目のところで話していたカスタム例外について話していきます。カスタム例外っていうのはどういったものかというと、こちらの例のようにエクセプションクラスを継承した6次の例外を定義しておき、実際にエラー時にはこちらの6次定義した例外を投げる手法になっています。でこちらの例ですと API のレスポンスエラーコードがユーザーが見つからないといったような内容が返ってきたとすると Not found exception といった形で6次定義したような例外を投げているようなサンプルになっています。こちらですね。でカスタム例外、こちら、実際に例外を投げる処理を呼び出す際には、ランキャッチング、まあ、こちらトライキャッチの別の書き方ですけれども、まあ、そういったもので、ハンドリングしてあげるということが必要になってきます。こちらですね。カスタム例外の、メリットとしては、基本的に成功時の処理で、内容を書いていくことができるので、まあ、例外が起きたら、独自定義の例外を投げておくといった形になり、シンプルに、可読性が高く書けるといったメリットがあります。一方で、こちらランキャッチングなどでハンドリングが漏れてしまうと、実際にアプリがクラッシュしてしまうといった、デメリットもあります。続いて、例外のモデル化について話していきます。例外のモデル化というのは、先ほどのカスタム例外とは違い、リザルトクラスといったものを、結果クラスとして、用意してあげて、まあ、成功時のサクセスと失敗時のフェイラークラスという形で、それぞれ定義してあげます。そして失敗時にはどういったものが原因でエラーになったかっていうエラー定義っていうのをしてあげます。このような形で enum クラスとかで用意してあげます。でそして実際に例外が起きうる処理を呼び出してきた時にはその結果を見てあげて、結果が失敗の場合、いわゆるフェイラーのクラスの場合だと時にはそちらをフェイラーとして投げるといった形で、書きます。まあ、こういった形で例外時のエラーのリザルトっていうのを、まあ、先ほどエクセプションを投げていたところ、独自定義のエクセプションを投げていたところですね、で返してあげるという形になりますね。で実行時には、そちらの結果クラスを見てあげて、まあ、成功の場合であれば、通常の挙動を行って、で失敗の場合はそのエラーの内容で、例外処理っていうのをハンドリングしてあげて処理を分岐してあげるといった形で、実行します。例外のモデル化のメリットとしては、もともとエラー定義っていうのを、こういった形で網羅的に書いているので、まあ、実際にどういったエラーがこの関数から起きるのかっていうのが、事前に分かります。ただし、まあ、こちらはデメリットとしても言えることで、まあ、実行時の型定義をあらかじめエラー定義としてしておかなければならないので、型定義が増えてしまうといったものだったりとか、まあ、あらかじめどういった例外が起きるのかっていうのを想定しておかないと、例外をモデル化できないので、想定する必要があるといったデメリットがありますと。続きまして、ビジネス例外とシステム例外について話していきます。先ほど UI 層で起きたエラーはクラッシュさせるのが良いんじゃないかという話をしたかと思うんですけども、じゃあ一体他の層で起きた例外っていうのはどうするんだろうかっていうところをお話ししていきます。で、まずドメイン層で発生する例外っていうのはビジネス的な例外として、まあ例えばビジネス要件に従って処理するのがいいでしょう。で、まあちょっとこちら次のところに先に行っちゃうんですけども、データ層、インフラ層で発生した例外はシステム的な例外として、まあ、複雑になるため、まあ、いろんな要素で例外が起きるので、まあ、なるべく共通化して対応した方がいいだろうと。で、じゃあちょっとこのビジネス例外とシステム例外っていったものが、まあ、どういったものなのかっていうのが多分イメージがつかないと思うので、ちょっと具体例を見ていきたいと思います。まずビジネス例外というのはシステムが正常に稼働していても起こるような例外で多い、一方でシステム例外というのはシステムが正常に稼働していないため起こる例外になります。で例えばビジネス例外でいくと、ログイン処理をしようとしたときに、まあ、そのユーザーがそもそも登録されてないよだったりとか、
そもそもログインしようとしたときにログインのパスワードが間違っているよといった、まあ、ビジネス的なドメインに基づく例外というのがビジネス例外になります。で一方で、例えばネットワークがそもそもつながってないとかローカル DB が読み込めないといったシステムが起因して起こるような例外というのがシステム例外というふうに呼ばれています。で、こちらの違いは、ビジネス例外というのは開発者の意識内で発生するんですけれどもシステム例外というのは開発者が意識していないところで発生するといった特徴があります。例えばこちらは、ログインをする処理っていうのを書いたものになるんですけれども、まあこれ簡単に、まあ、API 接続してエラーコードに応じてビジネス例外を投げるこちらですねといった形のコードになっているんですけれども、まあ、こちら一見、まあ、ログイン処理として問題なさそうに見えるんですけれども例えばこの、ネットワーク接続のタイミングで API 接続がつながってないよって言ったときに IO エクセプションが発生してしまったりとか、まあ、実際に API のレスポンスを、想定したものと、違うものが返ってきてしまって、まあ、あのパースするときにシリアライゼーションエクセプションが発生してしまうといったことが起きえます。そのため実際には、こちらの処理は、ランキャッチングをしてあげて、まあ、システム例外っていうのを投げてある、投げる必要があります。でただ全てのシステム例外っていうのを全部網羅的に解消することはできないので、まあ、あの発生するかどうかわからない、まあ、IO エクセプションとかシリアライズエクセプションは、まあ、発生するだろうっていうのが分かってるけれどもそれ以外のところっていうのは、まあ、想像がつかないようなものが起きるかもしれないってことで、まあ、予期せぬ例外っていう形でアンエクセプトエクセプションとして投げると良いでしょう。で、まあ、ビジネス例外っていうのはシステムが正常に稼働していても起こるような例外のことを言って、まあ、こちらに関しては発生原因っていうのが明確で限定的なため、まあ、個別にどのようなユーザー体験がいいのかっていうのを考えた上で、まあ、要件を決めて対処していくのが良いでしょう。で一方でシステム例外っていうのは、まあ、システムが正常に稼働していないため起こる例外でこちらはまあそもそも多様な、インフラ層で起きる発生原因が不確実で複雑な例外があり、まあ、こういったものっていうのは全て対処していくのが個別に対処していくのが大変なのでなるべく共通的な処理で対処していくのが良いでしょう。ではちょっと今回、サンプルとして実装してみたものがあるのでそちらを見ていきたいと思います。まずサンプル実装の全体像にはこのような形になっています。でこれから、インフラレポジトリ層、ユースケース層、UI 層といった形で順番に、説明していくので、そういった形で見ていければなと思います。まずインフラ層レポジトリ層ですね、まあ、こちらこの部分になっております。でインフラ層レポジトリ層では、まずビジネス例外が起きた場合にはレポジトリ層で、ビジネス例外こちらのビジネスエクセプションですねこちらを投げてあげる形になります。でそして、システム例外に関しては、インフラ層で、発生したものをレポジトリ層でラップしてあげてシステムエクセプションとして投げてあげるという形で実装していきます。でまあ、こういった形でまずレポジトリ単位で発生する例外というのをカスタム例外として定義してあげます。例えばユーザーが未登録の場合はノットレジスタードだったりとかパスワードが、違うといった場合にはロングパスワードという形で、まあ、取り得る例外というのをレポジトリ単位で定義していきます。で、ビジネス例外は、ビジネス例外として定義するんですけれども、システム例外あごめんなさい、ビジネス例外は、発生したらレポジトリ層で、先ほどのように、投げるといった形で、処理します。でそしてシステム例外に関してはもともと発生した発生原因となる例外というのをこのオーバーライドバル構図でスローアブルって書いてあるんですけどもこちらの中に、含めてあげてラップする形で定義してあげます。そして、実際にシステム例外が発生した場合にはレポジトリ層で、ランキャッチングしてあげてもともと発生した例外を、ラップする形で投げてあげます。で、例えばシステム例外が、レポジトリあインフラ層でフローとして公開する場合もあるかと思うんですけども、フローの場合に関しても、こういった形でキャッチコーを使って、発生した例外をラップしてそして、システムエクセプションシステム例外というのを投げてあげるという形で、実装していきます。
で、こうすることによって、そのリポジトリの中で起きる例外っていうのが、このリポジトリのエクセプションクラスの中で全て、発生しうる例外っていうのが網羅的に管理することができます。で、そうすると、まあ、規模が大きくなったとしても、まあ、そのリポジトリの中でどういった例外が起きるのかなっていうのが整理されて、まあ、実際にハンドリングをするときに対処しなければならない例外っていうのが分かった上での、ハンドリング処理っていうのを実装することができるようになります。続いてユースケース層について見ていきます。ユースケース層では例外については、まあ、発生したビジネスエクセプションとかシステムエクセプションといったエクセプションをフェイラークラスでラップしてあげる形で伝えていきます。実際の実装を見ていきますけれども、ユースケースの結果としてこういった形でリザルトクラスの中にサクセスとフェイラーがあったときにフェイラーの中に例外を持てるようにこのバルエクセプションスロアブルという形で持ってあげます。で、実際に各レポジトリの操作をして何か例外が起きたときにはそれをランキャッチングで補足してあげて失敗の場合には例外をラップしてフェイラークラスでラップしてあげて伝えるといった形になります。で、なぜフェイラークラスでラップする形にして何か独自のユースケースリザルトでリザルトクラスを定義しないような形で実装しているのかっていうと、まずユースケースリザルトで独自のリザルトクラスっていうのを定義してあげると例外がエクセプションクラスだとしてそれを独自のリザルトクラスに変換するっていう工程が必要になり、さらにそれを UI に表示するときにエラー表示に変換するっていった形でコンバーターが2回挟むって形で冗長な形になってしまいます。でも、フェイラーの中にエクセプションを持っておくっていう形にする場合は、まあ、中身を取り出してただエクセプションをエラー表示に変換するっていう形でハンドリングを行えることができるため、まあ、エクセプションに統一してしまえば、そういったコンバータの冗長性っていうのを排除することができます。続きまして、UI 層について見ていきたいと思います。UI 層では発生した例外をキャッチしてハンドリングし画面に反映するといったことをやっていきます。で、ちょっと UI 層はこういった形であるんですけども結構登場人物が多くなってくるので先に登場人物を個別に見ていきます。で、先ほどの UI 層についてちょっと詳細化したものがこちらの図になっています。まずこちらのビューモデルの下でビューのモデルが持っているエラーステートヘルパーについて説明します。エラーステートヘルパーというのはビューモデルからエラー状態に関する共通処理を分離したクラスとして定義しています。で、実際の処理の実装の内容はこんな形で実装しているんですけどもちょっとこちら中はこの後見ていくのでザラッとで大丈夫です。ではそもそもエラーステートヘルパーっていうのはどういった形で持ってるかっていうとビューモデルが例えばログインビューモデルアイテムリストビューモデルっていった形で何個かビューモデルがあると思います。で、そしたらそれごとにエラーステートヘルパーのインスタンスを1つ持つようなイメージで持っている形になります。で、エラーステートヘルパーではエラーセクションステートっていういわゆるエラー状態をセットにしたものをフローとして保持しています。こちらがフローですね。で、このエラーセクションステートについてはどういったものかというと、エラー状態っていうのがエラーストレートっていうもので、あるんですけどもそちらをセットとして集合として持ったクラスになっています。で、なぜエラー状態のセットを持ったステートクラスにするのかっていうと、セットにする理由っていうのはセットの特徴として重複した値を持たないっていった特徴があるからです。で、これによって例えば何か複数の API で同時にネットワークエラーが起きたりした場合に同じエラー表示っていうのが短期間で何度も表示されてしまうといったことが起きるかと思います。しかし内部のデータ構造としてセットとして定義しておくことでそもそも重複して登録されることが防げるといった利点があります。これによって同じエラー表示が短期間で何度も表示されるといったことを実現できなくするといったことができます。続きましてエラーステートですね。こちらは先ほどのエラーセクションステートに登録していたエラー表示の状態エラー情報を持ったステートクラスになります。
で、まあ、どういった内容が入ってくるかというと、例えば、こちら左側のものがスナックバーで、右側のものがダイアログのものになるんですけども、こういった形で、実際に表示するメッセージだったりとか、まあ、この、タイトルとかメッセージ、あと実際にボタンの、文言ですね、っていうのを持っているようなステートクラスになっています。でこちら先ほど、エラーステートっていうのはステートクラスだよっていうふうに、お話ししたかと思うんですけども、実際にはインターフェースとなっていて、まあ、ダイアログの場合とスナックバーの場合で、共通して持っているインターフェースになります。で、エラーステートっていった共通のインターフェースを持っていて、まあ、そちらを、継承することで、まあ、ハンドルシック処理っていうのが、先ほどのエクセプション例外が起きたときにこのエラーステートに変換するっていう形で統合することができます。でエラーステートはどういった形で宣言していくかっていうと、まあ、こういった形でログイン画面に関してのエラー表示は、ログイン画面の、ログインエラーステーツで、が商品一覧画面の場合はアイテムリストエラーステーツっていう形で、まあ、それぞれの画面ごとにどういったエラー表示をするのかっていうのを定義していきます。で続きましてエラーハンドラーです。でこちらは、例外を表示用のエラー状態エラーステートですねに変換する役割を担っています。でエラーハンドラーではこういった形でエクセプションを受け取ってそれをエラーステートエラー表示に変えるといった形のインターフェースになっています。でエラーハンドラーの実態に関しては画面ごとにどういったハンドリングを行うのかっていうのを記述していきます。例えばこちらはログイン画面に関してのハンドリング処理が書かれているようなエラーハンドラーになっています。でこのようにして、エラーハンドラーっていうのを、エラーハンドラーとエラーステーツっていうのをビューモデルごとに、分けて持つことによって、まあ、画面ごとに柔軟にハンドリング処理だったりとか、エラーの表示状態っていうのを定義していくことができます。でただ、まあ、共通化したい内容だったりとか、まあ、共通化したいエラー表示っていうものがあるかと思うんですけども、そういったものに関しては、まあ、こういった形で、まあ共通のデフォルトエラーハンドラーだったりとかコモンエラーステーツみたいなのを参照する形で実装していくと良いでしょう。では UI 層で画面表示までの流れを見ていきたいと思います。まず何かビューモデルの中で例外を発生したらそちらをキャッチしてエラーステートヘルパーに伝えます。まあ、こういった形で、ビューモデルの中でレポジトリを直接呼び出ししている場合は、まあ、ランキャッチングでレポジトリの操作を、囲ってあげてその中で、例外が起きた場合には、オンフェイラーの中で例外をハンドリングしていく形になります。で、フローの場合でも、こういった形でキャッチ項を、入れてあげてその中で、ハンドリングをしてあげます。で続きまして、ユースケースのリザルトの場合ですね。ユースケースのリザルトの場合は、フェイラーの中から実際に発生しているエクセプションクラスっていうのを取り出してあげて、そちらをエラーステートヘルパーで、伝えてあげます。で、ただ、なんか測定の画面として、なんか別の、ハンドリングをしたい、まあ、共通処理とは違った特定の振る舞いをしてあげたいみたいなことがあった場合には、エラーステートヘルパーに直接渡さずに、ビューモデルの中でそのまま処理してあげます。で、例えばこちらの例でいくと、まあユーザー登録がされてないよといった場合には、未登録の場合ですよ、is not found アカウントを true にしますよといった形で、画面の状態を更新してあげます。で、まあ、実際にそちらをコンポーズの中で使うときに、まあこのアウトライン、テキストフィールドの、エラーストリングというところで、実際にエラー文言を表示してあげるといった実装をすることで、まあ、個別に、その画面としての例外を、処理することができます。2番目の、エラーハンドラーで例外をエラー状態に変換するというところを見ていきます。先ほどエラーステートヘルパーの中でエクセプションをもらったんですけどもその後エラーハンドラーを使ってエクセプションをエラーステートにエラー表示に変えていきます。で実際にこういった形でハンドルエクセプションといった関数の中でエラーハンドラーをインスタンスを用いて変換をします。で続いてエラーセクションステートにエラー状態を登録していきます。
先ほど変換したエラー状態というのをエラーステートフローのセットに登録する形でエラー状態を登録していきます。でここからは画面への反映になるんですけども、まずエラーセクションステートっていうのを画面に反映させていきます。まあ、こういった形でコンポーズの中でエラーセクションステートをコレクトしてあげて、そちらの中身を取り出してエラーセクションにエラーセクションステートを渡してあげます。で登録されているエラー状態をそれぞれ画面に反映していくところを見ていきます。まあ、このエラーセクションステートを分解してあげて中身のエラー状態というのを取り出してあげて、それをそれぞれダイアログのケースだったりとかスナックバーのケースといった形で反映していきます。では実際にその例外をユーザーに伝えるときにどういった表示になるかというところですね。例外へのユーザーの伝え方、ダイアログ表示だったりとかスナックバー表示っていうのが、まあ、実際にエラーが起きたときにユーザーに表示する上で一般的な、伝え方かなと思います。で、まずダイアログ表示に関しては、メリットとしては情報量が多いため、まあ、実際に何が原因で例外が起きたのかだったりとかその例外の解決手順みたいなものを、ユーザーに提示することができます。で一方でデメリットとして、ダイアログが表示されている間に他の処理、他のユーザーの操作っていうのを受け付けなくなってしまうためユーザーブロッキングなものになってしまいます。そのため、ダイアログを対応してしまうとユーザー体験を損ねるといったデメリットがあります。でもダイアログを使う想定ケースとしては、まあ、ユーザーが何か操作を行った結果を出したりとか、まあ、何か、致命的な操作が行えない場合とかに、出すのが良いでしょう。コンポーズでの実装例です。まずステートクラスを宣言してあげてユーザー操作というのをリスナーとして定義してあげます。で、まあ、実際にコンポーズの中の実装はアラートダイアログなどで実装してあげます。まあ、一旦ちょっとざっくりとこんな感じで実装しますよっていうところだけ見ていきます。で、次いきます。スナックバーの話いきます。スナックバー表示、スナックバーとしてはメリットとしてユーザーの操作を邪魔しないといったメリットがあります。先ほどのダイアログと違いスナックバーは特にユーザーが他の操作を行うのに阻害をしないため多用したとしてもユーザー体験を損ねづらいといったメリットがあります。で一方でデメリットとしては、まあ、あまり情報量が多く書くことができないので情報量が少ないため、まあ、先ほどのダイアログとは違い原因だったりとか解決手順というのを提示するにはちょっと不便かなと思います。でこちら使用する想定ケースとしてはシステム側で行った操作でエラーが起きた場合だとか致命的ではないエラーが発生した場合に使うと良いでしょう。でこちらもコンポーズでの実装例になります。まあ、ダイアログと同様にステートクラスとリスナークラスを宣言してあげてで、コンポーズで、まあ、このようなランチドエフェクトの中で、ステートを監視してあげてで、ホストバースナックバーホストステートですねで、ショーを行ってあげることによって表示、スナックバーを表示することができます。でこの例ではスナックバーホストステートはコンポジションローカルで定義して、取得してきています。でコンポジションローカルの定義としてはまずグローバルの方でコンポジションローカルでホストバースナックバーホストステートを定義してあげます。でコンポジションローカルプロバイダーで値のインスタンスをプロバイドしてあげます。こうすることによって先ほどのエラースナックバーステート、エラースナックバーの方で、ごめんなさい、こちらのところで、ローカル、ローカルスナックバーステートっていうのを、取ってくることができるようになります。コンポジションローカルについて簡単に説明します。コンポジションローカルっていうのは、UI ツリーをスコープとする名前付けオブジェクトでデータを、暗黙的に渡す方法になっています。例えばページ層で何か、提供してあげると、そちらをこの UI ツリーのスコープの中で参照することができるようになっています。でこうすることによって例えば実際に提供してあげるのがページ層であるとしたらそれを使うのがコンポーネント層になったときにその中間にあたるセクション層ではホストバーステートのインスタンスを引数として渡してあげるっていうことが必要なくなります。
で実際にこのスコープの中ではどこからでもスナックバーホストステートにアクセスすることができるので、まあ、中間層の可読性が上がるといったメリットがあります。でただし、こちら対応すると、まあ、暗黙的なルールがどんどん作られてしまうので使いどころというのは限定した方が良いでしょう。では続きまして、UI 層でユーザー操作のハンドリングについて、見ていきたいと思います。ユーザー操作のハンドリングはどうするかというと、まあ、例えばログインボタンを押すってなった時には、オンクリックエラーダイアログコンファームみたいな形で、こういった形でリスナーを定義してあげます。で、まあ、実際にそのリスナーを処理するのは、各コンポーネントのリスナーに伝えてあげて、でそちらは、エラーセクション、リスナーというものが、共通して持っていて、でその、そちらをエラーステートヘルパーに、私、がハンドリングしていきます。まあ、こういった形で、各、ボタンが押された時のリスナーを呼び出したり、まあ、スナックバーの場合だと、表示がディスミス、表示が消えた時に呼び出すという形ですね。で、エラーステートヘルパーでは一度受け取ったエラー状態っていうのを、消費してあげて、まあ、このコンシュームというところで消費してあげます。でこれは何をしているかというと、まあ、先ほど、セットの中に、エラーステート表示状態というのを登録するよというのがあったと思うんですけども、そちらを、解除してあげるといった形になります。でこうすることによって、まあ、表示されている間は、そのエラー表示というのを、受け付けないんだけれども、それが閉じた場合には、次のイベントとして受け付けられるように、実装します。で続きまして、実際のユーザー操作というのをビューモデルに伝えていきます。でこれは、エラーステートヘルパーからビューモデルに、リスナーを経由して伝えていきます。で、実際にビューモデル側でエラー状態というのを確認して、まあ、どういった内容なのかというのを見てあげて、例えば、まだ未ログインですよといったエラー状態だとしたら、ログイン画面に遷移してあげるよといった形の実装をしてあげることによって、まあ、どういったエラー状態が来たとしても、それを実際にビューモデルの方で振る舞いとして、操作することができるようになります。でちょっと時間がなくなってきたのでちょっと一旦飛ばします。で、ちょっと例外のログ送信の方に移ります。例外のログ送信、ログ送信方法です。ログ送信の方法としては、Firebase のクラッシュリティクスで非致命的な例外として報告するのが一般的です。で、まあ、こちらは、実際にハンドリングした例外を非致命的な例外として、報告しています。で非致命的な例外として報告する際に、構図をオーバーライドしておくことで発生元をたどるといった特徴があります。まあ、こういった形で、先ほど、システム例外っていうのが発生したときに、その中でオーバーライドバル、構図でスローアブルって形で、もともと発生した例外っていうのをラップしてあげることによって、このような形で構図ドバイっていう形で、実際に Firebase のクラッシュリティクスの方で追えるようになります。でさらにカスタムログを追加することで、実際にその原因特定というのを、原因特定のための情報を得ることができます。まあ、こういった形で Firebase CrashLytics.log といった形でアカウントという形で、実際に例外が起きた時のアカウントの情報を送信するということができます。で、こちらは Firebase の CrashLytics の、ログタブで、実際に確認することができます。でちょっと時間がなくなってきてしまったので申し訳ないんですけど、ちょっとスキップして、ごめんなさい、ちょっとまとめていきます。まずはじめに、レイヤードアーキテクチャについて簡単に説明しました。で、まあ、例外についての言語仕様を見ていって、まあ、システムの規模が大きくなると例外処理が複雑になるといったことが分かりました。で、まあ、推奨アーキテクチャでは、UI 層で起こるクラッシュというのはハンドリングしていないというのが分かりました。でさらにビジネス例外とシステム例外では、まあ、システム例外っていうのは開発者の意識外で起こる例外のことを言って、まあ、全て把握するのは難しいので、まあ、予期しない例外として対処してあげるのが良いでしょう。でさらにサンプル実装の方では、レポジトリ単位でカスタム例外っていうのを定義してあげることで、まあ、上位レイヤーで把握しやすくして、まあ、実際にハンドリングしなければならない例外っていうのが、一覧になって見ることができるようになります。でさらに、例外は多様なので、まあ、共通的な処理、まあ、今回の場合いくとエラーステートヘルパーみたいな形で共通処理という形で表示にする
って言った処理を任せてあげて対処することで、まあ、実際にエラー表示っていうのに対してのコストを、実装コストを下げることができます。でさらに画面ごとにハンドリング処理だったりとかエラー表示を定義してあげることで、まあ、画面ごとの可視化調整っていうのを上げることができます。で例外のログ送信では、まあ、例外っていうのは、例えばレポジ実装でシステムエクセプションっていう形で、まあ、エクセプションもともと発生した例外を覆ってしまったとしても構図をオーバーライドすることでクラッシュリティクスで原因が追えるので、まあ、そこまで問題にはなってこないよっていうことが分かりました。でちょっと最後のところは飛ばしてしまったのでこれで以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。